今天论坛的最后一个段落，就是焦点对谈的部分。我想在上一段我们听了很多经验跟故事的分享，都是六桑一个人聊。接下来这一段的部分呢，我们将会采取对谈的方式。在这一段对谈的方式当中，先跟大家稍微介绍一下我们大概会谈的几个核心的内容，包括了流行音乐在现场演出的视觉创作过程跟所遇到的挑战，还有包括了他们是如何在科技运用这个部分的创意思维，以及对于作品 IP 的经营的这一块。另外时间如果足够的话，我们还会再继续谈到包括空间还有现场演出的关系，以及跨国合作的经验这几个大题目。那我想两位的资料背景我就不再多做介绍了，我想我们就今天先从他们两位是如何在工作的这一个范畴当中和流行音乐有了交汇我想我们就先请东彦老师，周东彦，他目前也是在台北艺术大学戏剧学系的讲师，他自己本身也是剧场的导演。那这些年一直有很多的作品在各个国家，也包括荷兰啊、丹麦啊、台湾啊等等我想东彦老师是不是先跟我们聊聊你跟流行音乐的这个工作上的结缘是怎么一开始的然后甚至到去年就是你负责了林宥嘉 Infinity 这段演出在金曲奖颁奖典礼上的演出的这一块或者有其他我们不知道的，你也可以跟我们一起聊好吗？来，谢谢大家，谢谢这次有机会可以来参与这个活动。那昨天其实刚好跟六吃了饭，然后也有遇到袁老师这样，所以稍微聊了一下，袁老师就问我说：“哎，你之前除了宥嘉之外做过什么？”我是说：“真的没有。”他说：“那你怎么敢接林宥嘉的金曲奖的东西？”我自己事实上是念戏剧剧场的背景，然后在学校其实是没有什么，其实非常 focus 在那个黑盒子里面读经典的文本，莎士比亚等等的这样的东西，但是就是那时候刚听六讲。也觉得非常有趣，因为我刚好整整晚他十年。可是其实那个 timing 大概是开始 digital， 就是我在念大学的时候有一点点 digital 的东西，然后开始 DV， 然后其实那时候大家都还没有智慧型手机嘛，开始摸索实验电影可以怎么做，然后一直想要把实验电影放到影片来，放到我的剧场里面，所以其实昨天就跟袁老师说，之前在做林宥嘉之前，其实拍了一些 MV。比方我拍了柯志堂的东西，拍了对，拍了陈立的，就是只要有邀约找我，然后他们觉得我可以做做看，我就去做做看。那每一支其实都很不一样。那甚至更久以前，刚刚念完研究所的时候，其实做了雷光下的一个很小的一个在北京的演唱会，然后每一次就去玩一些不同的东西，然后慢慢的其实跟音乐、舞蹈、戏剧都有接触。这样，那其实一路上就自己继续做自己的作品，所以有的时候。也有人说我是就是好像章鱼之类，就是什么都做这样。包含我自己也做纪录片，所以可能大家有看过我的作品的面向，可能也蛮不一样的。所以其实你的角色上算比较多元但是跟流行音乐还是有不少的合作经验这样子。要不要谈谈去年帮林宥嘉做 Infinity 这段在金曲奖颁奖典礼上的这个演出？他基本上用的是浮空投影嘛？是。这段演出其实它是源自于一个跟丹麦的做了三年的合作，叫做《光年纪事》。那它其实上礼拜刚刚在台北艺术节演出结束，然后下礼拜我们要到林芝的电子艺术节去做展演这样子。那它用了浮空投影，它其实是一个蛮老的技术，就是它是一个19世纪就有发明出来那种反射玻璃啊。然后其实演唱会这几年来也蛮多不同的探索在这里面。可是它丹麦人加入的元素是戴着 3D 眼镜看，然后它是双投影机用 filter， 然后它整个播放的界面其实都是丹麦的 media artist 写作的。那等一下如果大家有兴趣的话，我可能可以给大家看一下一些界面的图片，这样可能一开始比较是聊聊天。是，然后。所以加入了 3D 眼镜之后，有什么样的东西可以是？比方说有很多的即时运算，所以比方三年前、五年前有很多的 Kinect， Kinect 第一代、第二代即时的感测，它可以怎么样运用在剧情里面？就是我们每一年去丹麦一个月，丹麦团队来台湾一个月，从2015年到2016年，每一次都展演，从20分钟展演到30、40、50，然后最后是一个50分钟的演出，然后。结合到林宥嘉的这个作品呢，就是因为他本来去年就要首演了，那金曲奖
川哥就说：“哎，你们这个作品的故事有没有可能跟金曲奖做一个结合？”那我自己当然觉得说，他说实在，他故事性很重，会不会有艺人有兴趣？川哥就把它拿给佑嘉，然后佑嘉就觉得非常契合的挑了一首，其实完全不是他的主打歌。大家如果有对这个作金曲奖的这个呈现有印象的话，他其实挑了一首陈珊妮的歌，甚至也不是陈珊妮的主打歌，是一首蛮可以说是蛮老的歌这样子，但是却非常契合这个作品，因为他就是讲一把没有用的伞这样子，下不完的雨。然后我就觉得林宥嘉挑了一个很契合的一个气质，然后我们开始接下来要面对就是怎么样在金曲的舞台，因为他并不是为了单一歌手所专属打造舞台，他要符合容纳里面非常多各式各样快速换场的机关，所以其实福光斗友刚才说它是一个老科技，它是里面很多的灯光运用都不是用现场的大型的电脑灯的设备，它有很多东西需要传统的，它的调教方式都是非常的不一样的，所以setting 是当时的一个很大的重点，然后因为金曲非常重要的除了现场的观众，更重要的是转播，所以在转播上面也跟台视有很多很多的沟通，然后所以大概音乐然后转播跟影像大概当时也就很快的很明确的知道说它不会是一个 3D 转播的形式这样子。那个过程当中你有遇到一些没有预期的困难或者是要克服的问题吗？现在回想起来，因为小巨蛋相对之下是很大的一个空间。对对 对, 对、哦、我觉得我一开始还其实我相信就是剧场背景出身其实蛮善于或容易知道要解决问题的，比方时间的控制等等，但可能在剧场大概最大的 team 等起来就是三四十个人，可是金曲的 team 一等，现场所有人都在等你，是两三百个人在等，然后有些部分是我觉得是经验，但是我觉得至少跟艺人或歌曲团队还有跟动画团队，因为那个动画等于是它非常集中的针对一首歌做，所以那我反而没有那么大的压力，反而是在金曲的舞台上，因为我觉得还是灯光，因为浮空投影它是灯光要去配合创造那个幻象，是那怎么样跟善于用很大量灯光的人开始做很小的东西，我觉得当时的灯光设计志哥也给了非常多帮助，他就跟着我一起慢慢来，对。你那一天是在现场还是在电视机前看？我那天在现场，在现场。对，事后你有到电视重播的时候再看一次？有，我有看。哦，对，你感觉怎么样？因为我自己看他的机位好像不太敢大量的去跳换。对，主要的原因是因为大部分我们在设计上面都希望他跟影像能够是一起说故事，所以他 close up 的表现比较不像是一般流行歌手，就是看歌手的演绎，他比较多是看大画面的。是那。是其实浮空投影在做现场节目，大家一直不是真的太吃香的原因，所以它怎么样转播起来就会比较暗。那还不如就是用后置去 overlay。对，所以我觉得，这的确是一个，我觉得它比较大的意义可能是结合故事，结合台湾的剧场动画团队这个部分。是，因为有很多人也会把它跟李宇春前一年的那个春晚，央视春晚的表现去做一点比较。那个演出你也看过吗？有，我有很快速的看过，因为 那是一个，我觉得因为不好看吗？所以快速，是因为是两年前，好像是，我觉得他是做的非常的精致，是是是，他做的非常精致，然后就是香秀，然后非常的大型，我觉得两个人的 approach 很不一样，比方说我们的东西其实是很单色的，对对对，他的高彩度很强烈。对对对对对对，好，那我们接下来要请教一下六嫂，就是在流行音乐这一块，2017年跟 Lunacy 的合作，我想也可以跟大家来分享一下，就是在跟 Lunacy 的这个合作过程当中，他是不是也有遇到一些困难或者是一些挑战的部分，然后他怎么克服的？我们请六嫂来跟大家谈一谈。そうですね、難しいところ、お金。钱的部分大家都很困难いやそうなんですよ。でも実際ね本当にそうで、僕らのやってることって非常にやっぱりテクノロジーお金がかかるので、実際の実現していくってことにおいては本当にお金の問題っていうのも大きいとは思います。特にそのルナシーのコンサートとかでやる場合、例えば曲数がまあ何曲もあるわけですよね。その中で、この曲でこんなことやりたい、この曲でこんなことやりたいって当然
局によって違うわけですよ、やりたいことって。それによるたびに全てのプロジェクターからシステムから全てが違ったらコストはどんどんかかっていってしまうので、そうすると同じセットを使いながら何曲かに使う、しかも表現が違うことはできないかとか、そういう工夫っていうのも非常に重要になってくるというか、全く違うことを全部やれたらそれは理想的です、理想的ですけど、多くのケースではなかなかそれが実現しきれないので、そういう場合は、例えば3つやるのに、まあ、4つやるのに、まあ、4つバラバラのものじゃなくて基本セットは2つは一緒にして、その中で違いをどう作るかみたいなことをやると。それもまあ作り手の都合ですから、 あくまでお客さんからしたら4つの違ったものに見えなきゃいけなくて2パターンずつだねみたいなふうに見えちゃうと、これはあくまでこっちの都合なので、そういうふうにはしたくないので、そのあたり その実際の実現する時の、工夫ですよね。そこが割とやっぱり毎回苦労するところかなと思います。お金がね、無尽蔵にあればいいんですけどね。極論僕らのやってることって、それこんなことできますかと、ある意味何でもできますって結構言えちゃうんですよ。割と何でもできるんですけど、結局見たこともないことやってくれってオーダーはあるんだけど、見たことないお金はもらえないケースがほとんどなので、だいたい見たことないことやろうと思うと見たことないだけのお金がいるっていうルールがあるぐらいでやろうと思えば本当に可能性としては相当なことができるといえばできるので、本当にその実現、まあお金だけじゃないですけどね、お金とその技術力といろいろその実際に必要な機材とか実現するためのファクト、最後は技術なのでテクノロジーなので科学の世界なので奇跡は起こらないので、最後は本当にファクトの積み重ねでしかないので、可能性としてはただいくらでも、はい、やれるといえばやれるのが面白い部分かなとも思いますね。OK， 那东彦老师，你有因为钱然后放弃了什么，或者是就改用别的技术的这样子的经验吗？我觉得我通常都蛮习惯去跟那个技术的缺点相处。就是好比说我们在，因为它发展了很多年，所以它在用的时候，我就不希望它是一个最新的科技，所以我反而希望是用有一点新的方式，戴着一个 3D 眼镜坐在剧场里面，我去做。感受一个很老的关于家的故事。那原本台北跟丹麦到底要聊什么，最重要就是他们个人成长的故事。我们就媒体设计师开始玩用 Kinect 扫描房子，我可以给大家看一些图片。好呀，对，是这一次的那个台北哥本哈根光年纪事，其实里面也有一点点东西是直接移植到。他就在2015年来到台湾的时候，他说：“哎，他最近用 Kinect 扫描了他家。”我就看了一下，觉得很有趣。那我们就玩了一些画面，然后我们就说：“那我们也来扫描我们的主角俊仔的家里。”我们就去他一个已经废弃在基隆的一个世界，他写了很多段相关的独白。然后他就把这他们家刚好遭小偷哦，然后就是那是他长大的房间，然后就是都是垃圾。扫描出来之后，我就得到了一个这样的一个。Mesh， 然后我在作为一个剧场导演，我就学到很多相关的，你知道 3D 词汇这样。那这个 Mesh 我要怎么样运用它呢？我就把它放到舞台上。其实，在浮空投影啊，就是，不好意思，灯光可能要暗一点，不然的话大家会看不到这个部分的灯光。就是演员们像，其实他们是大部分是看不到影像的，他们自己看不到。对，这是一个我觉得他们非常挑战，所以，观众。他们必须自己先相信跟想象他们看到了什么，所以这我们花了很多时间练习。然后我们就开始想象说这个房子可以怎么运用。然后，这是我们在丹麦排练的现场。然后其实之后，其实比方台北的设备就是会更多这样。然后大家可以看到，其实它就是一个很。看似很平凡，但是其实那个崩那个膜啊，我相信如果有玩过浮空投影的，比方昨天跟那个二马就知道说那真的是不容易，还有它的宽度啊等等的高度，就扫描了，就是房子之后就想说，那我来扫描人看看好了，然后扫描完之后觉得这怎么有点像伊甸式，就是动新闻，动新闻不是伊甸式，sorry， 所以就觉得说那我可以用什么质感呢？我就在想说，那我如果放一个
西洋的雕像它会是什么，所以在我们某一年的呈现，他们完全各自是走进了一个自己的博物馆，他们然后这个雕像是可以及时现场有非常多的效果放在他的身上的，他们走进博物馆是看着自己，然后走到彼此的头里面这样子。就是英文有一个 idiom 是说，你要设身处地替人着想的话，你就要把你自己放到对方的鞋子里。那我就想说，哎，那这个不是更好吗？我把你自己放在你的头里，我去看看你到底在想什么。丹麦人有比较快乐吗？然后台湾人又是怎么样？所以那是一个，它虽然扫描如果不如我想象，那我就把它变成一个单色或变成一个雕像，或者是说那个扫出来的房子虽然很破碎，但我反而觉得它的破碎提供了像是他们记忆里面场景更像是那个状态。大家可以在右边看到，这就是我们媒体设计师写的 Run Show 的程式，所以它比较不是很即兴的arena 式的，就是你按了 Q 就走，它其实是非常多的 Q。 我们可以看到右上角那一小小那些 layer 就是 connect layer，所以比方说事情发展到哪里的时候，灯光消掉，然后哪里怎么出来。所以一开始其实作为剧场导演，我自己是先花了很多时间在他们的实验室里面学怎么做这些 keyframe， 然后所以我学会了，我才会坐在那边很知道怎么样跟我的影像团队说 X 轴往上一点， Y 轴怎么样， Z 轴哪里做什么东西这样。所以刚刚的这个画面在现场就会是一个这样的东西，然后再透过灯光，所以以这样来说好了，灯光可能在剧场里面我们有时间做到比较细腻的调教。那回到金曲奖，其实这东西就要非常快速，就是除以十的时间被完成这样。大概先回应到这边。谢谢。你的故事跟你的技术发展是怎么样的顺序？其实有一点平行，是平行的。对，比方说我们在讨论剧文本，讨论到回忆，那回忆之中写出了一些段落出来，它里面讲到了一个楼梯，我就会开始跟影像厅开始去找楼梯的 reference， 或扫描了楼梯，然后楼梯就放到舞台上了。所以我们文本的办公室就在旁边，影像就是卡在剧场里面不断做东西这样，然后他们看到了影像，我们看到了影像之后，我们再一起去玩，比方说这个里面有一个比较知名的，就比较常被宣传的一个场景是这个楼梯这样，那其实就是梦境嘛，大家都应该多多少少都有做到从楼梯上面掉下来的梦吧，就是踩空然后掉到一个黑色的世界里面，它在现场的画面就他们做出来之后，我们就要在剧场面试验，它比较不是一个我们全部都预先做好的动画，比较难 preset， 对，所以我们要怎么样设定好 Q 跟灯光，把它变这个人就是 connect 的即时感测，然后它可以飞起来，这样子的意思。对，你刚刚有说到，当它变成跟音乐结合的时候，时间就除以十，为什么是这样子的一个算法？我觉得这是有点夸饰了，但是也是我感觉，因为我在剧场里面相对来讲比较，我觉得比较幸运，就大家一起花很长的时间去做事。那其实应该说音乐的话，比较是说，我觉得大型的场馆的进场的方式，所以可能我们全部 setting 灯光只有两个小时，但是一般剧场里面可能有两天的全部的时段吧，是，至少。所以这是很差别比较大的地方，所以也因此器具会很不同。所以我们等于是在大家全部都用电脑灯的世界里面用传统灯，其实有点找麻烦的。对对对。好，那我相信刘翔自己他的做的这个展演的场域跟流行音乐的场域，在空间跟技术的需要上面，相对的也会有比较大的这个不同。我目前看到他的资料当中，他从2012那是在东京车站。做的 3D 光雕投影，Tokyo Hikari Vision， 然后2014年的 Aquarium by Naked， 还有我们刚刚提到2017年的 Luna Sea， 不晓得像 Naked 的团队，他们是怎么样根据这种不同的展演的需求，那也包括流行音乐的这个需求，在技术的考量上面，他们怎么样去做，因为空间的这个需要的调整，然后在技术上面加啦减啦，或者用新的或者是不用新的，这些考量的点是根据什么？那我们请刘翔帮我们解惑一下。
そうですね。どうやっても僕の場合その技術からは入らないので、基本的には発想アイディアから入ります。それを実現するために何が必要かという考え方でやるので、うちのスタッフは比較的大変だと思います。ファクト技術ファクトがあるところから入らせてもらえなくて、あくまでイメージがあって、そのイメージを実現するにはどうだっていうことを詰めていくので、非常にそのスタッフ泣かせかなと思いますけど。それによって逆に言うと技術的なところっていうのは何でしょうね、だから発展していくとも言えるし、あるもので何やろうってやるとやはり逆に実は表現って発展していかなかったり、あとよくあるものになってしまうというか、そういったものになってしまうので、例えばえらく戻りますけど、モーショングラフィックの話を僕すごいだいぶ前にしましたけど、やっぱりデジタルが当たり前になりだした頃にまずフォントをどれにしようってフォントを選ぶところから入ってグラフィックを動かすってことを始めちゃうんですけど、やっぱりそれをまずやめろということを社内でも例えば言っていました。まず最初は手書きで書けと、どういったロゴにするのか、どういった動きにさせたいのか、そのイメージがあってあくまでデジタルを使っていけと。で、場合によってはフォントをそうすると何かのフォントを元にいじる場合もあるし、ゼロから書いて作る場合もあるし、そうしないとどうしてもそのフォントの枠というものにとらわれていってしまうんですね。すごく分かりやすい例だと思うんですけど、だから規制にある技術みたいなところから発想がいくと、どうやったところで同じようなものが、差が出てこないというかものになっていきがちだと思うので、メディアアート的な作品においても僕はあんまり人の作品見ないんですけど、印象としてすごく似た作品が多いなっていう、印象が似ちゃうケースが多いっていうのは、やはりそのデジタルで何ができるかっていう技術ありきから入りすぎてるのかなと思うところも、あります。そうするとこうなんだろうな、やっぱり例えば映像でもいいんですけど、そういう世界だと例えばパッと見てこの監督の作品だろうなっていうのは見えたとか、その色があったんですけど、メディアート的なこうフェスによくなんかチラシがとか見ることもあるんですけど、なんか誰の作品かもう分からないというか、トーンがすごく似てるなっていうデジタルの作品ってということはよく感じるんですね。だからそれやっぱり先にイマジネーションありきでいった方が、そういう個性という意味では僕は出るのかなとは思いますし、僕自身そのある種のアナログな感覚っていうのをファーストに持つのはイメージですね。あくまでイメージっていうのを最初に持つようにして、あとは先ほど彼が言われたように、その進行としては順番もあんまりなくて、各方面同時パラレルでイメージをこうこねこね作り上げていくとか、多分そういう感じじゃないかなと思うけど、あくまで最初にイメージがあって、そこに対していろんな技術とかを使いながらこねこねとセッションしながら作り上げていくという、その中で必要な技術を用いていくという感じになりますかね。嗯哼，所以两位都是想象力在最前面走，然后故事跟技术一起并行的往下走。那我们也很好奇，就是两位是怎么知道一些新科技冒出来，或知道哪些新技术冒出来？你们是关注谁，或是从哪里得到这些新技术？不然你怎么知道要去学那样的东西呢？来，东彦，你先跟我们谈好不好？不瞒大家说，就是这个跟丹麦的合作啊，事实上是在一个酒吧开始的。哦，真的吗？真心是一个酒吧，所以鼓励我们大家去喝多喝。对对，我觉得多多走出门是还蛮重要的。那时候就是因为之前的作品在英国很幸运的得了一个奖，然后那个奖就那台湾人很多人去，在叫世界剧场奖这样，那就在酒吧里面买酒给大家喝，结果就有一个银发的阿伯过来跟我讲话，说恭喜啊，great speech 这样，然后我们就开始聊天，发现说哦，他是一个艺术中心的总监这样子，然后他来就是英国做一个工作坊，然后他在丹麦有一个很棒的地方，我来想找一下照片给大家看。对，因为今天不是一个就是很完整的一个 PowerPoint present， 所以我就找了很多东西，所以大家可以跳着看这样。对，可能需要一点时间。所以这是那个奖，然后这是他们的艺术中心，在艾尔辛诺，也就是哥本哈根大概40分钟，大家去哥本哈根可以去看一看，那边有一个很酷的一个 museum， 就是关于海洋的。然后这个中心就 focus 在表演跟科技，
所以都会有一些大咖，就比方说 Philip Glass、Laurie Anderson， 跟大家都很熟悉的曾国大度，都很大咖。可是是曾国大度很年轻的时候，比方曾国大度去的作品是他非常实验的作品，就是那个他在脸上粘很多那个让脸上会抽动的那个作品。对，那就发现说他在玩这个刚刚提到这个很古老的科技这样子，然后就开始认识说哦，他们把它搞成这样子。然后丹麦的 artist 有不同的人，其实他们做的是那种五分钟的装置。这个人叫做 Carl Emil Carlsen， 他的网站非常非常好记，就是 cc.dk。cc.dk， 大家可以看到很多作品，就是他用了这个 4D 的 box 做了一些新东西。其实我们就是，其实我本来对，虽然说我一直在玩新媒体，但是有时候我对这些东西是很抗拒的。我是非常念戏剧出身，很喜欢很有感情、很有温度的东西的。所以我其实真的去了丹麦之后，看到那个哇，它真的不存在我们实体的 3D 空间，它是另外一个看得到，但是却摸不着的一个象限。然后他们做了舞蹈，做了音乐，电子音乐，做了装置，而且是给小朋友玩的装置。那我就想说，那我们真的可以来做一个戏这样子。所以回到这个刚刚袁老师的问题，其实我觉得有些相遇是蛮特别的。然后我前阵子听到一个舞团跟日本的 Dump Type 的灯光设计工作，我就想说，天哪，你们怎么会可以找得到他们？就是尤其是我们的舞团。就是我们台湾的表演艺术团队应该资源是很有，像他说没有，我们就写 email 给他。哦，哇哦，就是有的时候其实你只要打开，其实并没有真的不可能。对，好，那不晓得六嗓的部分是怎样？就当有一些新技术冒出来或新科技冒出来的时候，他是怎么知道的？然后他会想要用到它的时候，他怎么去学下来的？因为他都是自学嘛，所以我想六嗓也跟我们说一说这个部分吧。まあ今インターネットがありますからね。もうとにかくいや本当に凄まじいですから。で僕は独学で始めた当時は。ほぼまあないに等しかった状態なので非常に苦労して自分で全部やってみて、まあ書籍ぐらいしかないですけど書籍もほぼなかったので本当に情報はほとんどないところで手探りになってました、本当にでもインターネットっていうのは本当に冗談じゃなくて大概のことは情報手に入ってしまうのであと企業さん あの R&D のセクションがあります我々その日本の大きなメーカーさんいろんな例えば NTT さんだとかパナソニックとかありますけどそういうところの R&D と一緒に仕事をすることが多くてですね要は世の中に商品として出る前の研究所の技術ですね企業が研究されているあれを僕らまあ NDA を結ぶ形で見せてもらうんですねでこれどうしたらいいみたいな意外と相談を受けるような仕事の仕方が多くてその企業さんと最終的にこの商品をどう売るかのプロモーションの広告の部分じゃなくてもっと事前の研究開発の段階のチームとよくコラボレーションをしていますそしてじゃあこれを使ってこういうふうに見せたらいいんじゃないのということで何かそこの作品の中に例えばそれこそあの我々 の, あの東京アトシティの例えば人流計測みたいなものは他の企業さんから借りてきたりあの東京の今の交通状況とかどうとかっていうデータを全部使ってやるっていうのもあるんですけどそういったものも富士通さんと組んでたりだとかその企業さんの R&D と組むことによってすごい技術開発部署は持ってるけどもどう使ったらいいのかなってことはまだ分からないものってあるじゃないですかそれをこんなふうに使えるんじゃないのかっていうふうに我々が提案してみたいなことそういうところでまあ情報を得るあとはまあその世界中割と僕動いているのでまあそういう中でやはり会う会社だったりだとかこの間もそのいわゆるアメリカだとベライゾンこの間ベライゾンヤフー AOL が合併しましたけど、そこの 5G っていうこれから世界に向けてコンテンツをその巨大会社が作っていかなきゃいけないんですけどもそこのまあ全部コンテンツを受け持ってことになるスタジオですね、そこと話をしてたりだとかそのスタジオ全部見せてもらってどういう機材使ってみたいなでそこなんか面白くて多くの人がドリームワークスからかなり来てるんですよねドリームワークスのスタッフだから映画でドリームワークスって言うとものすごいやはりスタジオを持っていて当然ただ映画を作ることに特化しているわけですからそれをその人たちでもっと映画という枠を超えて次世代型のコンテンツを作りたいという人たちがそっちの会社に集まってきたりしていて
そういうところには映画のスタジオの機材とは違う機材がまた入ってますよね。そういうことで最新の技術を知ることもありますし、ただもうみんなもう情報回るの早いので、本当にこうある程度知らないものってあんまりないとか、みんな意外と同じものを知っていることになるとか、どん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 共有スピードは近づいているような気はしますね。是，好，那我想我们要继续迈入下一个大题目了。简单说就是关于 IP 的部分啊。我们都知道像Naked Inc. 它这些年有 Aquarium by Naked， 有 Flowers。有 City Life Fantastic 等等，就是一个系列这样子。东燕的光年纪事也是一年一年一年这样子哦，就是感觉说你们都在做一些有延续性的作品。那到底要如何去创作出这种可以很 long term 长期的，有 IP 价值的作品？我想我们就东燕先来聊好了。好，东燕来聊聊这部分。我觉得 IP 价值这个事情，还真的蛮不适合我来聊的，因为我就是。一直跟着很个人的兴趣在做这样子，所以还在学习跟我觉得我今天就是听那个六就是分享的，会让我觉得学习蛮多的这样。其实看到很多兴趣相同的，比方我们生活在都市里面，我等一下提到跨国合作的时候也可以分享一下，我其实做了很多也是跟城市地景有关的，可是我这是用 3D 猎鹰猎鹰了一整个台北市这样，或许等一下再分享一下。但在把它变成一个商品这件事情，我的确还比较少做。那我们就让六来帮我们回答这一题好了。六想跟我们分享一下好不好，就怎么去创造出这种有长期的 IP 价值的这些创意跟作品呢？無理やりやることじゃないですかね。2016年にフラワーズバイネイキッドっていうのは例えば、始まったことになるんですけども、そもそもそういう市場があるかどうかも分からなかったわけですよね。でたまたま2014年その前の年にアクアリウムで水族館で、水族館の夜を作るというのをやりましたと。あれに関しても成功するかどうかは全く分からなかった、市場はなかったわけですね。それこそ最初は東京駅とかのプロジェクションマッピング、これはビジネスとしては発注をいただいて作ってます。であれに関してはパブリックですからチケット代はないわけですよね。だその次に実は東京国立博物館でカラクリという作品を発表してます。これは京都展という洛中洛外図屏風という国宝を展示する、屏風を展示する京都展というのがあったんですけど、その時にセットで最初にプロジェクションマッピングで屏風の世界を旅できるみたいなことをイベントでやったんですね。その敷地内で東京国立博物館の、それは、料金を取りました。もしかしたら日本で一番初めに料金を取って見せたプロジェクションマッピングだったかもしれないです。それまではパブリックだったんですね。そこで、それが5分で実は全部完売しました。これはやり方によっては一つのエンターテインメントとしてお金を払ってもらって見てもらうことも可能なのではないかという可能性を感じました。その次、水族館という場所でありました。水族館はもともとチケットを当然払っチケット代を払って入る場所ですから、その中で夜はそこは運営してなかったんですね。その時に夜の時間帯を3時間やりましょうということで、もともとやってなかった時間帯なので、そこにチケット代も発生する形でナイトアクアリウムということをやって、これがまた35万人3ヶ月で、夜の3時間を3ヶ月やるだけで35万人来るという大ヒットになって、もう本当一個一個ですよね。それまでは存在してなかったマーケットです。だけど夜の水族館というマーケットはなかったので、で次にホールイベントで、じゃあゼロから今度は世界を作り出して、そこにチケット代を取ってやったら来てもらえるのかなという実験がフラワーズだったんですね。なのでそうやってるうちに気づいたら IP のようにどっちかとなってきたというか、すごく IP 的なことをやろうと思ってたというよりは、比較的本当に作品をどうやったらもっと大きい作品が作れてお客さんに見てもらえてっていう実験を繰り返していった時に、結果イベントというものになったり、イベントというものになることで例えばシーズンと結びついて夏のイベント、お客さんからしてみたら夏にどっかで遊びに行きたいとか春のイベントに参加したいみたいなこととくっついていって、こう季節的なものができていったりとかで、気づいたらそれがシリーズになっていて、受けたから
またやってくれって話になって、じゃあ次の年もやろうって言ってシーズナルなものになっていったり、割とその辺は本当に何て言うんでしょうね、でまあ一つのものを連続性を持ってやってる意味っていうのはやっぱりそこで発展させていけるので、どん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 成長させていける、このジャンルっていうのは技術革新がどんどん進むので毎年違うことが新しい実験ができるのもあるので、一つフラワーズっていうものを知ってもらって、これが人気コンテンツになることで次の年は新しいフラワーズをお見せできる、その中で新しい実験もまたトライできるっていうサイクルが作れていったというのは割と結果論だったのかなという気はします。ただやっぱり最初から用意は大体このジャンルはされてないのかなとは思うんですよね。そういった意味ではやっぱりマーケット、潜在マーケットがあるかどうかっていうところにトライしていくしかまあないのかなとは思います。はい、 IP といってもね、それが価値がない IP だと意味がないですから、それになり得るものかっていうのは結局は、現代においては究極的に言ってしまえば、ある程度のこの経済社会、資本主義社会の中で受け入れられていかないと、どうしてもお金もかかるものですし作っていけないっていうのがあるので、そういった、感じですね。結果 IP になっていった感じです。それ自体がじゃあ価値になっていって IP として育っていってくれたという感じだと思います。是，那这些许多的作品当中，其实有一个部分的元素还蛮特别的，就是沉浸式的这种运用，而且还把现场演出结合了进来，哦，像 MayJ 啦，还有大冢爱等等。所以我想，是不是六嫂也继续跟我们谈一下，就是那这些要把演出的部分放进来的时候，那对于整个企划跟空间设计上面是怎么样去因应这个现场演出的元素加进来，开始做调整跟配合的？这个部分是不是也来聊一下？これはやはり例えばフラワーズなんかやりやすかったですね。1年目はそういったパフォーマンスとの融合はなかったんですね。ただフラワーズという世界を実際に出して知ってもらったことでフラワーズをみんな理解しているので、じゃあこの中で音楽をやりたいとかできるので、非常にどちらかというとフラワーズという世界ありきでみんな考えてくれたので、非常にそこはやりやすかったですね。その割とでも今となればもう4回ぐらいやっているので、フラワーズも最初から結構アーティストパフォーマンスを入れるつもりで設計したりするし、前回のフラワーズはロンドというテーマでやりました。最初からつまり花と音楽の祭典みたいな感じというのを最初から設計に入れました。それはそれまでの我々が作ったフラワーズがあって、その中でアーティストがやるといいよねという展開があって、そしたら今度は最初から両方考えた設計にしようということで、フラワーズバイネイキッド自体がもう音楽の普通のコンサートとはではちょっとできないようなアートの世界の中で歌うみたいな空間をもともと考えて作ろうというふうにして、そうするとじゃあパフォーマーはずっといないといけないから、じゃあ最初からパフォーマーも全部入れる設計にして、そうなると音楽の会社さんのパートナーと一緒にその部分も作ることになって、それこそもっとお金の話とか仕組みの話になれば、フラワーズのロンドンに関してはその音楽の会社さんも出資して入っているという一緒のチームになってフラワーズを作り上げています。是，东野你觉得呢，在这个表演跟空间产域的连接上面你怎么样去做强化？我觉得我常常的作品在不同的状态里面，比方说之前有一个在2011年开始在玩的叫空的记忆的东西，就是用了很多环境的影像这样子。那所以那个环境的影像其实有的时候它是在一个就是圆球的投影，然后有的时候是在一个四面的房间里面，然后也有就是单一屏幕，就是很长的一个双萤幕或三萤幕的一个在美术馆里面的版本这样子。所以我觉得当我自己的影像作品要放到不同形式的时候，就是每次看邀约的状态去设计它。然后刚提到一个我觉得蛮有意思的，就是关于城市这件事情吧，其实就有点延伸到下一个合作想要跟大家分享一下。我自己在学生时代，或者就在之前在法国驻村的时候吧。我做了一个作品，就是跟看不见的城市有关。我在想说，我觉得六嫂很有趣的部分是六嫂她的，她
他的东西都他长得很漂亮，比方说那个日本很美，东京很美，嗯，那我的东西好像有的时候都是关于那些没有很美的部分，这样，比方说我自己在十年前在法国驻村的时候，我就是拍了所有的地铁站，然后我再吃一个面包这样子。那是你，然后但是我自己，哦哇哦，对对对，然后对，已经十年过去了。你这十年发生什么事？你瘦好多，你知道吗？我有吗？这是荧幕是。对对对对对对对，好，然后我就把自己放到那个巴黎的地图里面，然后所以我就是那个城市的概念。其实现在想起来，就是你刚刚提到那个 IP 这件事情，或者是对同一个东西的兴趣，其实它是会继续延续的。所以我就延续着，你刚讲细胞会长出来的感觉，我觉得其实有点像这样，就是其实创作者对于很多东西的兴趣是一直延伸的，所以延续的跟丹麦的合作，就是一直对于别人在想什么，因为台湾一直要走出去嘛，我们都要走出去，我们要怎么走出去，带什么东西走出去这样。因为走在台北，你就会觉得我们就是混乱啊，你就觉得说这个城市如果可以重新来过，会不会比较好？当然这是一个很严肃的话题，我不知道，我不知道就是随意的就是挑起都跟有很多呀呀呀想象的指示。今天应该没有直播吧？没有。好，所以就是我就在想说那个关于哪些东西是可以被留下来的，哪些东西在记忆里面等等的，然后跟了一个荷兰的一个很像是个年轻版的豪华朗基宫 ，OK， 他们叫做瓦克这样，然后他们就邀我去那边做一个礼拜的工作坊。我觉得我虽然没有得到那种创造大型 IP 的机会，但是我自己帮自己或者是得到了很多那种去理解别的文化跟看到他们在干嘛，好比 3D 扫描，我想很多现场的业界的或者是同学们创作者们其实都扫描了很多自己，所以我在丹麦扫描了我的表演者，我一到他们的公司在荷兰，他们就把他们自己全部都扫描跟列印出来，我就看着看着我也不是很知道干嘛，然后我们就开始得到一个剧场，在剧场里面做很多测试，然后开始发想，然后我就得到了机会在北美馆做了一个展览，我就把整个台北都 print 出来，所以我刚刚看到那个 Tokyo Art City， 就是你知道在那种整个环绕的完全是 mapping 的 Tokyo 的美丽的光雕的世界，然后我用了，其实那时候是非常疯狂的，就台北有 3D 的地图，可是它的实际的版本会非常难 print， 因为大部分的都太低了。反正总而言之，我们做了很多的测试，甚至其实团队是不太会用3D 列印机的，就从零学起，这对我来讲还蛮重要，就在每个创作，然后就建立一个很可以说是很低线的 3D printing 工厂，然后慢慢把我想象的东西做出来，这样。这边我可以快一点，然后给大家看一下影片。这边可能可以开一点点声音吧，只是不是非常重要。简单来说呢，就是关于刚刚袁老师提到的那个环境，跟我在面对一个有别于一个小时的一个说故事的形态，我基本上想要创造，就是每一天我们把台北一点一点的打碎，放到果汁机里面打碎，就大家以前都看到嘛，叫新的 iPhone 出来，就会有一个疯狂博士把那个 iPhone 打碎，打碎，对，就是那个我们看到东西被消灭的欲望，为什么有这么舒压的感受？这样子，那如果台北，比方说101，比方说国父纪念馆，甚至是比方说盖不完的大巨蛋，我都把它 print 出来，然后大家可以透过回答一个关于你自己的问题。然后我在想的，我想要理解的事情是更多那种集体记忆的东西。那每天在台北被打碎的，会在荷兰被 print 出来。然后我们的台北车站会换成一个荷兰的车站，并不是谁比较好。我们的国家剧院会换成一个荷兰当地的剧院，就是说我们有很多相对应的部分。然后每天会有不同的人来说他的故事，那我就会把它 print 出来，它就会变成一个半透明的一个形体这样子。等一下可能可以看到。这就是观众在参与的时候，他就是现场会有一个表演者，他很像是一个列车长这样子。所以陈建奇就挑了台北101要打，我们就任由他去、这样子。是。所以东彦，你这种解构空间、打碎之后再交换空间的建构，你想要传递的讯息主要的是什么？其实我也还在找，我觉得就是说，
它很明确的就是那种重来，或者是我们每个人我们就生活在这个城市里面，哦，我们对它有什么样的想法，所以他们回答的那些答案对我来讲是很重要的。然后这个作品接下来会再继续做，那，哦，大家可以看到一点点画面了，可是呢又来了，嗯，所以它真正变成有一点点像是一个 IP， 其实抵达到就是今年跟阿妹的合作，阿妹的一支 MV， 我不知道大家有没有看过哪一首作品？坏的好人哦，坏的好人，就多么的。所以你的结构还在进行时中。对，这个刚刚大家看到的荷兰的这个作品，就是会，他有点不太听话。所以坏的好人跟这个概念有关系。对，基本上就是把荷兰的跟荷兰的这个合作的那个盒子搬进去，那我们 print 的不是别人，也不是台北市，我们就把阿妹 print 出来，就要把自己打碎， okay. 然后再一次一次的再重组自己这样子。Okay. 所以我觉得就是它是有很有流动性的，很开放的，这是我觉得我玩媒体。但你这个手法还蛮，在现在来讲还蛮魔幻的。不是一般正常人可以立即 relate 到的想法。对对对，谢谢。是说所有的跨国合作都得这样子玩？其实我觉得也不一定是跨国合作就这样玩，比较是各自有兴趣的东西。OK。然后其实他们听到我要打碎人的时候，也觉得说，哎，怎么有这样的想法？这样子。对对对。OK。那讲到跨国合作这一题，我想接下来这个学期算是非常新的，因为下个月辛晓琪在小巨蛋的演唱会《人生只若只如初见》的时候，里面其实有一个表演段落将会是跟 Naked 团队一块合作的内容，所以目前这个讯息都还是没有对外公布的。我们现在这里刚好人就在这，我们就跟请教一下六桑，就是说，对于这一次跟辛晓琪的合作，聊聊他自己的这个心情，还有就是在这个合作当中他想要传递些什么，在这样的一个表演里面。これね、情報公開してないからあんま喋ったら怒られるやつですよね。はい、ウィニーさんの、ライブを、演出を数曲手掛けさせていただくことになります。ちょっとね、さっきの話とかにもつながっていくんですけど、大変やはりね、こういうものもお金がかかるプロジェクトだし、お金だけじゃなくて、その我々だけではできないというか、それこそウィニーさんも含めて当然みんなで作っていく部分がすごく大きくなりますので、当然僕の会社内にも120人のスタッフがいるし、それ以外にもライブのスタッフの方たちもいるし、今回で言うと機材のスタッフの方たちもいるし、本当にみんなで一つ そのウィニーさんのライブというものを作り上げるわけですよね。今回で言ってもやっぱり機材とかももうありえないぐらいのやっぱり機材、結局こういうことやりたいよねって話になっていた時に、結構やっぱり理想が結構大きくなって、それを実現するにはなかなか機材が埋まらないという問題も結構、それも、台北 のヘキサゴンという会社があるんですけども、そこの、アレックスという、アレックスでもみんな知ってるのかな、知ってますよね、多分ね、アイドルですもんね。我们一定会认识的。僕の友人の、はい、アレックスという方が、台湾の社長をやってるヘキサゴンという会社が、すごいありえないぐらいの機材を、協力してくれたりして、なんとか実現できそうなプロジェクトなんですけども、そのぐらいその本当にいろんな人の力でライブは作り上げるものだと思います。僕らのやる仕事としては本当に細かいことは言えないんですけど、まずやはりネイキッドのいわゆる世界観ですね、得意なその我々が提供できる世界観というのを一つ融合させていくという部分は確実に見せることになると思いますし、もう一つはその例えば AR 的なことだったり、ああいったそのやはりテクノロジーによる今までのライブではあまり見られなかった演出ですよね、先進の演出というものを組み込んでいくということは言っても怒られないかなと思います。そのここまでだったら大丈夫かな。9月の後半にある多じゃん一点没关系。いやいや、ちょっとそろそろ僕怒られちゃうかもしれない。9月 の後半ですけど、あんまりどうなんだろう、僕はちょっと台湾でのライブの事情はあんまり知らないですけども、あんまり言っても見たことないものになればいいなと思っています。
その辺の融本当融合ですよね。そういったあのウィニーさんもそうだし、僕たちもそうだし、そういう、アレックスのヘキサゴンみたいな会社もそうだし、コンテンツをやるところも、そういうテクノロジーだったり機材だったりアーティストそのものだったりライブを作り上げる人たちだったり、そういう人たちで、まさにセッションだと思うんですよね。これって先ほどあのイエンさんも言ってましたけど、物事の進行は順番というよりも意外と同時に全部考えていくことになるって言ってたように、本当に僕らもそうで、アーティストから僕たちから機材の人から全員がですね、順番ってあんまりないっていうか、割と同時にそのイメージを作り上げていかなきゃいけないので、そういうチームワークとかネットワークとか、そこでのセッションみたいなことがあの非常に重要になると思います。割とだから垣根のない仕事になるというか、どこからどこに発注されたからこうなってっていうプロセスというよりは、割とセッションするように作っていくような感じに実際はなりますね。はい。我想这些年大家在看表演也好，或看是 MV 之类的影像的音乐作品也好，常常就会在想说，万一这个视觉的设计实在是太突出了，有时候反而盖过了核心是音乐或表演的这件事情。也就是说，我们在做一个现场演出的视觉设计的时候，显然要平衡这件事情。我不晓得你们是怎么抓这个平衡点的，东彦你是怎么抓这个平衡点的？好像有个很烂的答案，其实是直觉。哦，是直觉。我觉得就是我一开始在做的时候，其实我发现影像有错啊，比方影像有跳一格啊，或影像怎么样，都只有我自己发现。对拍时候，对不对？不叫没有对拍的问题，就是我可能没有那么，尤其是十几年前，而且也不是那么音乐性。是，就说影像真的有闪烁或者有小错误的时候 ，glitch。都是只有我跟我的团队们发现，其实连导演或者是音乐总监都没有发现，因为大家其实 focus 的确不在那个上面，他其实比较他本身的状态 ，OK， 就还 OK 这样子。那其他的话，我觉得就是不断的在每次的会议跟设计图稿上面，我觉得因为是一个团队，所以也并不是我自己就可以决定说他不会过度突出。我想可能。团队尤其是总导演，就是跟音乐合作或跟其他人合作，大家的那个 balance 其实是互有抓的。比方这首歌让给灯光，或这首歌给谁？这首歌要纯听到音乐、钢琴怎么样比较沉浸？我想这应该是这几年下来大家算是蛮有默契的地方。是，对。是，如果之后像在去年做佑嘉那样子，以后你可能又帮金星奖某个表演做这样的视觉设计的时候，你觉得你可能会去？表达或进步于之前的东西的表现可能会是什么？你有想过吗？我觉得他完全看每一次合作的艺人歌手的那个他的背景，因为你上次有说，佑嘉为了这个表演排练的次数比一般人多了蛮多的状况。对对对，就是我原本准备好的，就是想说大家都很忙嘛，应该是来顺个一次，然后直接现场。见这样，殊不知他们跟我们抠了五次的时间，然后真的就是非常准。然后即便是当天刚刚不论是从哪里下飞机来，他会很需要很细节的跟我们过每一个转折，甚至是情绪的表达方式，因为它是一个很影像的，它比较不是我在前面帅或好看就好了，它是一个要在故事里面的，对对对，是，所以我觉得那个沟通还蛮细致的。刘爽呢，表演。跟视觉的效果怎么去 balance 这一题？でもやっぱりその技術も今日は何度も言ってますけど、僕は別にその技術プレゼンテーション、技術博覧会をしているわけではないっていうことがとても重要なのかなと思います。目新しいものにどうしても業界内としてはね行くところもありますし。あれですけども、やっぱりお客さんが見たいものは何で、お客さんが何に感動するのか、さっき言ったそのコアのクリエイティブのコアがどこにあるのかということをその時その時ちょっと大事にやらなきゃいけないのかなと思います。ただ時代の変化もすごくある中で、例えばパフォーマーが主役、アートは背景ということも一概に言えないと思うんですね。もっとミックスとされたものになっていくと思うので、例えばそれこそフラワーズのケースなんかは今回ロンドっていう実験はそうだったんですね。パフォーマンスが上なのか、それこそ支配的であるのか、
アートが支配的であるのかということを起こさせたくなかったんですね。なのでこのアート自体がロンドというパフォーマンスと融合したものであるというのを最初から設定したことによって一つの実験をしてみたんですね。だからどこをコアに置くかということで あれなんですけど、カップルみたいなもんで彼が中心か彼女が中心かじゃなくて混ざったその間のところですよねみたいなことを大事にしないといけないというか、そこに何があるのか、ちょっとあれですけど、例えば恋愛っていうことで今男女の話が出ましたけども、大切なものって例えばじゃあその愛っていうものだったとするじゃないですか。その愛っていうのはじゃあどこにあるのかというと、相手にあるわけでもなく自分にあるわけでもなく間にありますよね。実はこの間っていうものに真実があるのではないかって考え方が僕は割と好きで、そのこのインビトゥインっていうここの可能性を何か作り出していくような、ここってでも間だから曖昧な境界線が非常に曖昧な部分なので、右でもないし左でもない上でもないし下でもない間なので非常にこう設定しにくいんですけど、ここを狙っていくのがこのミックスポイント融合ポイントクロスポイントみたいなことがすごく重要に感じています。でちょっとまだ大丈夫ですかね、どこまで行ってもさっきもその見てもらってるものは東京アート市だったりフラワーズだったりしますけど、ある意味において特にネイキッドのプロジェクトはそうですけど、僕らこの資本主義社会で生きていてそこでやってるアーティストでどこまで行っても商業アーティストでしかないという僕は自分に対する皮肉もあります。ただそれこそウォーホル以降資本主義とどう同居していくかというともうはっきりテーマとしても出てきてるわけですから、その頃からもうアートはその資本主義とどう共存していくかということは完全に出てるとは思うんですね。だその中で大衆ってものがあって、でもポップですよね、ポップミュージックっていうのがあるのと一緒で、ウォーホル以降のポップアートっていうものもあって、その中でどう生きていくのか、大衆とともにどうアートが、エンターテインメントが存在していくのかっていう部分、そうするとそれを含まなきゃいけないので、全てその中でものを作っていくっていう部分と、僕か、来月から新しいプロジェクトを始めるんですけど、それは、限りなくソロワークに近くて、こっちは完全にアートとして作る、もうギャラリーで見せるっていう、これは多くの人10万人と20万人の人にチケットで来てもらうものではなくて、逆にアート作品を販売するというものです。一人の人に買ってもらうっていうようなモデルになりますよね。それはなんか自分の中でバランス取っていかないと難しかった、ちょっと全く違う方向のものづくりを自分の中で持っていかないと、非常に僕は広いフィールドが欲しいタイプなので、違うアプローチを、したいなと思って、完全にアートとして作れるものと、ある種エンターテインメントポップシーンというのにもっと近づけていけるものというのを自分の中でちょっと分けてやれることで、ただこれも最終的にはもう一度また分かれてるんじゃなくて融合していくのではないかなというのが自分自身としては、やはりその間というところにまた帰っていくような気は、しています。是，好，时间过得非常快，我们在对谈的六十分钟已经，差不多到这要告一个段落了，剩下约近三十分钟的时间，我们进行 Q&A 的部分啊，所以我们场灯是不是可以亮一下，让我比较看得清楚？对于刚刚对谈的这个部分，不管谈到 IP， 谈到科技、新科技的关注跟运用，谈到现场演出跟视觉效果的平衡等等的各种议题，现场的朋友们有没有什么疑问要发问的？有的话请举手，谢谢。有吗？好，通常有第一个，后面就会大家开始举手，所以第一个很需要。没有。其实我还蛮希望你们问他花多少钱之类的东西，我们就比较清楚那个 budget。啊，这就是来这位。朋友，麦克风是不是可以到那一排最后面？是，谢谢。嗨 ，OK， 因为刚才其实确实都有提到钱的问题嘛，所以我其实想问一下说，那我们在做一个展的里面，可能有设备、美术，或者是说策展人等等的，那我们要花最多的经费的部分会是？运用在哪个部分？你说在一个展出里头占比最高的支出可能是哪一个部分？对对对对对，好，那东野你先答。
我想就是的确创作的规模还蛮不一样的，但真的每一个专案也会很不一样啦。但以我自己来说的话，的确人事跟设备其实有时候不相上下。人事跟设备。对对对对对。嗯。但有时候相对来说，在创作领域之内，大家都希望能够玩新的东西，所以或许我觉得朋友之间还有一点空间，嗯，但是设备上面的话，的确就没有空间，的确比较硬一点。Okay. 我自己的经验啦，oh. 对对对对对。六三呢？そうですね。もう大きくなればなるほど、最近はやっぱり確実にやっぱり機材費と、施工周りというのは大きいですよね。やっぱりスケールが大きくなってくるので、そのお金はすごく大きいかなと思います。もちろん人的なものも大きいですけど、それも多くはやっぱり機材セッティングと施工周りに相当割かれているのではないかなと思います。それこそあとアートイベントをやっていくということは運営していかなきゃいけないので、その運営のスタッフとか実はガードマンとかそういうお金もです。結構この保守、運営保守というところも実は長期間やれば大きなコストに、なってきます。看来设备是大家的共同负担，有些紧急预备金这样子，比方事情不如你百分之几的紧急预备。我们被交的时候是说10%，但很难，因为你在一开始就已经花到只剩5%了。OK， 我想大家应该有这样的经验。是，好，还有吗？是这位朋友，麦克风是不是可以给第二排这位先生？好，谢谢。谢谢。然后六厂刚刚有提到那个跟5G 会有一些未来的合作想象，然后不晓得他们在日本这边有一些什么样的计划，或者是跟日本的电信有一些什么样的未来的想象合作空间。因为我们在北流这边也未来也会有这样的 5G 的网路，那所以不晓得在台湾这边东燕这边有没有一些想象？有没有想过这一题？谢谢。对对对，好，就让六上先来回答。5G ですね。まあ究極的に言ってしまえば帯域が太くなるだけといえばだけなので、と同時にやっぱり結局はリッチコンテンツっていうものがどれだけということになると思うんですね。ただ今まで浸透してきたのが、まあインターネットを通して過去のそのエンターテインメントのもの、音楽とか映画とかそういったもののアーカイブということの展開というのはほとんどだったと思うんですね。映画というフォーマット、まあそれこそネットフリックスとかフーリューとかそういったものでさえも映画というものを題材にしてますし、ただ 5G ぐらいとその僕らが今やってるようなことですよね。こういったことが台頭してきたことのことがちょうどタイミングで合わさってくるので、非常にコンテンツとしては次世代型的な考え方が 5G からはきっかけとして強くなるのかなと思います。それこそ VR 的なものだったり、やる的なもの、双方向的なものっていうふうに、まあ、コンテンツ帯域が太くなることで、当然一方的に起こるだけじゃなくて、逆も、まあ、上り下りどっちも使うことで、双方向型の次世代型のコンテンツということに大きく 5G から展開されていくのだろうなとは、感じています。そして同時にそれはそのテレビとの融合だったり、何かスポーツ番組を見ながらAR 的なコンテンツ、VR 的なコンテンツが同時に楽しめる形だったり、それをまたこちらから上げれるようになったりっていう、まさにそういう仕組みになっていくのかなと思います。それこそ今、先ほどもちょっと言いましたベライゾンとかと、アメリカでちょっと話してた時も、やはりベライゾン、AOL、ヤフーがくっつくっていうことは、当然 5G っていうところでどういう展開をしていくかっていうことでしょうから、やはりそこなんかも考えていることは、そういう、まあ、結局はクリエイターがそういうことをやろうとしていかないといけないんですけど、次世代型のコンテンツのあり方、今までの既存の映画とか音楽っていうのを一つ超えた、コンテンツ展開が本格的になっていくのかなと思います。ゲーム的なものは非常に実際強いと思います。是。那东彦你觉得呢？刚刚在做就是在讲那个荷兰的这个跨国创作，因为它继续接下来还有两年，那其实我们很一开始就希望说两个城市可以一起演，比方说台北晚上8点是他们的下午2点，所以我们就可以一起，然后那边是一个荷兰舞者跟我们这边有什么样的交流。那在去年的时候就很，我想大家应该都完全都有被扫到的，就是 Perfume 就是在伦敦、纽约跟 Tokyo 的那个合作，所以我觉得那里面的确有一个
很完美的，就大家看到那个完美的 prototype， 但大家也应该有看到一些，就是其实真的在传送的时候，其实并不是那么鲜艳的画面嘛。那我想说，其实他，我想我对他的认识并没有非常深，但我就知道他的速度跟容量跟速度可以非常快。那我们今年在跟荷兰的发展的时候，其实我们刚好可以看一下我的图片。OK， 好，他不太听我的话。就是，好，大家不知道看不到，就是这边有，其实我们在荷兰的一个小剧场，在一百年的一个100人的小剧场，然后刚好我们就是，其实我们就想要用生活中的科技，就是不是在那种我们写了一大堆什么 code， 其实就是一个 FaceTime，就是用每天可以玩的东西去连接沟通这件事情，所以刚刚想要传送程式，其实如果两个剧场放在一起，其实那刚好是一个。我们认识的朋友在巴黎驻村，所以他们在巴黎有个小剧场，我们就一起排练了20-30分钟，那就是一个，可是那就当然会lag嘛，所以我们想象的，他们怎么样从这个看起来很日常生活的连接剧场，到一个很抽象的，他们跨时间、跨地点、跨时差的共舞，这是我们有兴趣的这样子。是，对，是，哇，如果当年赖声川的暗恋桃花源。在两个城市同演，搞不好就可以玩这种一样的效果。好，来，还有没有？有没有要问的题吗？ちなみに去年だったかな、一昨年だったかな、あのラスベガスで歌舞伎の先進の歌舞伎ということを作ったんですね。その時 NTT さん日本のと一緒にやって。要はラスベガスで行われている歌舞伎のショーをリアルタイムで日本でホログラフィックで同時にやるという実験をしようとしたんですけど、その時はやはり待機の不足で最終的にはリアルタイムはできなかったんですね。例えば 5G になった時っていうのはまさにそういったことっていうのはもっと可能になっていくでしょうし、そういう NTT さんのような通信会社さんたちがそういった形で今実験を重ねていく、僕らとも一緒にやってたものがもう一歩 5G になると楽になっていくというか、双方向みたいなことあったり同時展開、さっきのパフュームみたいなこととかができるようになっていくんじゃないかなと思いますね。1年前2年前でできなかったですから、ものすごいスピードで変わっていくんだと思います。そこは 5G をきっかけに。是，其实我觉得 5G 会帮助一个很大的发展是电商啊，就大家看完表演直接买东西就一直到底就可以。这是我自己也很想啊。OK， 好，还有吗？刚刚讲到 NTT， 就是因为刚刚就是袁老师有问说，其实如何知道这些资讯？就是大家应该在去日本都有去他的那个 ICC 吧？是，就 ICC 是还非常值得去。然后他有一些 online archive， 我觉得他是非常早在做情报艺术的，所以他真的是他的 archive 很精彩。他的 archive 就线上就有了，叫做 Hive。HIVE 这样子，好，提供给大家。还有吗？其实有就是因为大家的问题，我们才让这个今天的讲者想起了什么，对，而带给大家更多什么。好，请问，就是刚刚有听到那个林宥嘉的表演，那因为他是有现场，然后有转播。那关于就是针对现场跟转播，在影像上做了什么特别的设计，或是有什么取舍？那希望可以再多听一点分享。取舍的部分，东元你要回答吗？其实好比刚刚提到，就是他的镜位上面就比较不会是 focus 在歌手的演出的平常的那种状态。比方说，还是刚刚提到，就是灯光也没有办法做到像是你知道20颗电脑灯往他身上打这样子。其实因为他现场的影像我们已经用非常高流明的投影机了，所以这方面技术上面的取舍其实就已经蛮多了。然后所以镜位上面在转播上面的确就没有另外一个舍的，当然就是 3D 效果嘛。我觉得目前应该还没有传送的这种即时传送的 3D 影像，就即便因为设备端还没有完整。对，如果我们自己再进去的转播 3D 的版本其实是不 work 的这样子。那现场我觉得它是现场的观众其实可能也只有非常少数的观众是可以看到最好的效果的，其实大家现在还是听音乐这样子。对，所以这是蛮明白的一个取舍这样子。对，我记得有一些大型体育赛事，比如说冬季奥运，他们也有做一些现场大型的
让你可以裸视有 3D 效果的表演，但其实也是在某个范围角度的区域座位才看得到那样子的效果。其实这一两年很多大型的节目都会在做 AR， 这样就是直接加入的东西，可是那都是转播的观众看得到，现场的观众当然是看不到的，这样这就是很明显的。是是是是，好，好，好，还有没有题目？这意思是我们要提早收的意思吗？其实我蛮好奇，就是六嗓他除了长期，就是刚一开始讲对电影的热爱，对，那他个人平常有什么其他嗜好或兴趣？非科技类的，对，非影像类的，非影像类的，因为我觉得通常大部分创作者他都有另外一个让你完全想不到，比方说我觉得他应该蛮爱冲浪的，是不是？或打高尔夫？六嗓。あのサーフィンが好きですね。はい。あのサーフィンとか要はな波なんです。波に興味があって波に乗るっていうかサーフィンのそのみんなね絶対やった方がいいですよサーフィンは。あの ほとんどの波とは何ぞやっていうことだったり自分の力っていうのはいかに役立たないとほとんどは波の動きによって世界が支配されてることとかそういうことが体感できるので。あの本当にあのサーフィンというスポーツじゃなくていいんです波に乗る波乗りってことをなんかやって世界との一体化を図ってもらうとちょっと新たな世界が見るんじゃないかなってこととあと異常にあのオーディオ音ですねオーディオの追求とかがちょっと病的ですね音が大好きであとヴィンテージのものとかですね古い逆にそういうものがすごく古いものが好きですとてもはい是啊东野你要讲讲你自己你也冲浪吗？我没有冲浪，就是我就是职业病，所以我看到他就会开始帮他想他的背景资料，你知道就帮他写了一些角色分析这样子。Okay. 然后觉得真的蛮有意思的，关于声音啊，是然后像其实光年纪事就是我们这种很多海，然后怎么创造海的声音，其实有时候常常都不是海的声音，然后对，这是一个很简短的回应，这样。对对对。我觉得我比较像是他刚刚提到的另外一个东西，就是 workaholic、哦。我就是真心很爱工作，不知道为什么，就是我大部分醒着的时候都是在工作，所以对。你连躺着睡觉前也在思考啊？应该是这样，应该是这样。啊、所以对对对好像，所以我才很好奇别人都在做什么。哦，对对对。哦、OK， 所以你比较羡慕他可以去冲浪这一块。你有在でも一緒です一緒です24時間結局仕事でどっちかさっきの今回ボーダーレスの話をすごいしましたけどだから境目がないんだと思いますね24時間ただ自分の生きてる活動っていう感じなんだと思いますその中にこう作っていくってことが当たり前に組み込まれているという感じですかね我觉得特别是创作者的角色这样子的人他其实生活的分分秒秒点点滴滴他其实都在想感受然后会慢慢的注入在他可能要工作的准备上面对对对对请问你有来过台湾的东边冲浪吗听说台湾东海岸冲浪还不错ないんですよまだ台北から出れたことがなくて忙しくてちょっと今回狙ってたんですけど今回も行けなそうって言われてちょっとシューンってしてるんであの台湾の本当自然が好きなのでとにかく台湾の全体を見たいな旅はすごく自分には重要ですね跟新小七小姐的合作完之后差不多九月底然后风浪应该也蛮不错的等一下等一下我待会留时间给你们两个私聊一緒にやる Q&A 还在进行当中一緒に这边有题目有朋友要发问我们把麦克风交给他不好意思我想请问一下老师因为其实我们今天看到的案例都是这一两年就是 Nike 比较有名或是说比较知名的 IP 可是我其实很好奇就是从1997年在早期的时候、老师是他的创作的风格是怎么样一路走到现在这个位置、因为他其实是一个相当算是有自己独特 IP 的、那第二个问题是我们是不是可以问一下老师说他在这个世界他没有自己也喜欢的艺术创作一本是漫画因为他刚刚其实有聊到他的生活因为我们创作来自于很多是生活的元素你知道他演过金田一吗你讲到漫画
要许吧，金田一耀。对对对对，那个我原从版本的，就是、我不太敢看。他演过里面的一个角色，你可以回去找出来。哦，是大概是这两个问题。六三 ，I think you're fine。那个，もう一回質問整理して、どうなんだっけ？結局質問はどこだ？我们勾起了他早期不太想回忆的部分。其实就是很想知道老师，就是1997年最早期的时候，他的作品是怎么样一路走到现在今天这么风格明确。先问这一题，第二题待会再问。今前のさ、谷本ちゃん出ないよね、映像じゃないよね、全体のやつ、全体のやつ、そういうそうそうそう CM とかさしてる？ちょっと今すぐ見つかるかですけど、まあ。非常に僕自身はネイキッドとしては非常に広いんですけども、僕個人がディレクションしている作品は圧倒的に映像作品が多いですね。で、やっぱり映画と、ミュージックビデオ、あとテレビのその先ほど言いましたタイトルバック、そういったものがやっぱ多いですかね。あるかな。映画でいうとフルデジタルで撮ってますけど、例えば第一作目は田舎のすごく暗いあの女の子のなんか初恋の話だったりします。すごく地味な話を撮ってたりとかしますね。あるかな。で好きな芸術作品人の、あ、もちろんの映画監督がやっぱり好きな人ですけど。無論是人还是作品。应该是说就是都可以，就是没有设限说一定是哪个方向。OK。いやもう完全に僕ジャンルがないので、もうジャンルでは言えないですけど、やっぱり当然映画に好きな方は多いですし、まあ誰って難しいな、でも本当に多すぎて。でも比較的本当にものすごく映画も1年に1000本とか見てきたりしてたので、ただ最後すごく王道なところに行きますね。割と一つ挙げろって言われたら、例えば音楽だったらビートルズになったり、ジョン・コルトレーになったり、クラシックでグレン・グールドってピアニストはいるんですけど、そういう人だったり、比較的割とこうど真ん中の人というか、に行きがちですかね。やっぱり絵とかも割といろんな面白い人いますけど、割とこう芸術家だったらピカソとかに割と行きますね。そうオーディオとかも似てるんですけど、いろんなこと試して割と王道に戻ってくるみたいなところはあるので、そういうところはある気がします。なんか出る問題出ないない。本当ちょっとね、やっぱり過去の作品見てもらえたらよかったんですけど、今ちょっとうまく出ないみたいなんで。ただやはり圧倒的に映像作品が、多いと思います。好、有没有没有回答到的、你要再追问的、答えになってるのかな、有没有、没有、谢谢、没有、 OK、 好、还有吗？如果没有问题的话，那我们今天的对谈就进行到这里。我们再一次用热烈掌声谢谢我们两位讲师，好吗？东彦老师跟六嫂，再次谢谢他们两位，谢谢。那接下来也请两位到前面跟我们一个 picture time， OK， 我们大合照啊。然后我们的这个丁主任有礼物要送给我们的讲师，这样子。好 ，We got a present for you， 六嫂。Yeah。有空，一点点。欧米亚给，好的，谢谢大家，谢谢所有的工作人员，辛苦，谢谢大家，谢谢。